よし、じゃあ行きましょう。多分この道路はね、途中で崖崩れが起きてるっていう情報があるので、まあそこまでとりあえず行ってみようかなと思います。約ね、まあこの今使われてる新しい方のトンネルがだいたい500メートルぐらいなので、ここのまあ道も、まあ、旧道の方もおそらくそのくらいの距離かなと思いますので。これはあれ、これもしかして、これはもしかして腰油ってやつ。やばい、見つけてしまった。漆じゃないよな、なんか怪しいっちゃ怪しい。怪しいな、これは違うな。今触っちゃったよ。もっとね、白いはずなんだよね。ああ触んなきゃよかった。でも表面ツルツルしてたからな。これでいいのかな。でも葉っぱが違うよな。これは違うな。あでもね、なんか取られてる感じがする。まあいいや、こんなことやってたらねバッテリーが持たなくなる。途中からね木が植林されてるそうです。まあ前日光で行った、確かに三井岩トンネルかな、あそこの隣にあるトンネルと同じような形だと思います。ここにもあるな。何が光ってんのかなと思ってちょっとねびっくりしちゃった。奥の方で何かが光ってたんで、え誰かいるのと思ったら、よく道路についてるね反射板かな、あれは。もしくは野生の動物じゃないな、反射板ですね。動いてないから。こうやってね、まあ、道路を緑化してるって言えばいいのかな。そういうなんかね、やり方があるみたいです。これが光ってたんだね、これ。これ。なんかいる。なんかいるな。まあいいや、先を急ごう。何かいてもいいんだ、クマじゃなければ。クマじゃなければいい。まあそのクマもね、人間見ると逃げるからね。人間見たらもう速攻襲ってくるような生き物ってそうそういないから。そういえばさっきね、タヌキのね、タヌキをね見たんですよ。2人って言わないか、2匹1組で、2匹1組で自分が来たらね速攻逃げてました。車でねすれ違ったっていうか。お、またあった、こいつ。ああ、あったあった、崩れてる。しかもこれ相当だよ。だいたい崖崩れって登れるレベルだったりしますけども、これどうだろうな。暗くてよくわからないけど、なんとなくね凄まじい勢いで崩れてしまったんだなっていう感じはしますね。ち
ちょうど半分ぐらいかな、トンネルの。こういう木がね、これも根っこごとね、この辺りが根っこです。もう根っこごと倒れてるんですね。しかも石もね、岩、石と言わないな、これもう岩だね。一個一個がでかい。揺れる揺れる。あたぶんこの下は相当、ああ高いな、うん、まあでも崖って感じはしないですね。まあ行こうと思えば行けそうな。肉眼ではね、この奥の状態が分かるんだけども、カメラを通してだとね、分かりづらいな。要はこれ手前のものを明るく照らしちゃうからなんでしょうけども。という感じで、この足尾トンネルは以上になります。逆側もまあ、こんな感じだそうなので、まあ、途中でこういうのがあって、まあ最初の頃はアスファルトで、途中からこうやって木が植えてあって、で、さっきの崖崩れの跡がありっていう感じだそうです。はい、じゃあね、この足尾トンネル旧道、何気にねトンネルがあるのを期待したんですけども、トンネルちょっと欲しいよなこういうところは。まあ昔はトンネルね、今ほどポン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 作れなかっただろうから、こういう道を作って、作りの、トンネル作れる技術っていうか、まあお金もそうだけども、それができたらじゃあトンネル作ろうかとっていう感じなんじゃないかなと思います。というわけで今回は以上です。